なんてことだ。ちょっと、世紀の発見だぞ、霊夢。いや、シャボン玉うざい、何これ。まさか実在したのか。史上最低のモンスター、ローマン。あれが、ローマン。ゴリラの体にヘルメットのロボット。なんすかそれ？それより金返してください。宇宙から来たゴリラが人類を滅亡させようとしてるだ。てめえ頭大丈夫か？ほんと何言ってんすかね。てめえじゃねえよ。このガスが俺の家で薬。それはローマンですね。ゴッドモンスターの。宇宙人である私のいた銀河では似たようなのでやめたモンスターが。ふすひ、宇宙ロボット。大変だね。いや、全然大丈夫。それよりも喉乾いてコーヒーお願い。うん、いいよ。最高霊夢。はい、3、2、1、完了。というわけで今日もむせてる最低野郎のアルファです。はい、SF 初心者コーヒー甘党の霊夢ですが、酒井くんごめん、ミルクつけて、うん。というわけで霊夢さん見つかりませんね。今回の企画は結構難しいですよ。いや、それよそれ。というかさっきからあんた何探してるのよ。霊夢さん、知らないの。そうよ、なんかこいつの勢いで付き合わされてるけど。ならば説明しよう。最初にやれよ。なんと今作は映画マニアの間では最高知名度、そして本チャンネルでは過去一有名。そんな有名なやつなの？そうさ、それは地球を侵略しに来た最強の生命体。それに立ち向かう我らが人類代表のヒーローたちとの地球の存亡をかけた壮絶なるバトルな。なんだこの今までで一番でっかいフリハー。こんなのもうマーベルかアベンジャーズか。ロボットモンスター。ロボットモンスターだった。まあ通称ロボモンだな。なんて怖くないネーミングなの。捕まえて育ててしまいそうなこと。不動だこの恐るべきタイトル。なんか任天堂にありそうな感じ。急に怖いこと言うのやめない。それにですよ霊夢さん、何せ今回は本チャンネル初の古典名作、1953年公開。監督はフィルタッカー。何それめちゃくちゃ古いじゃないの。古い？ふふ、わかっていない。え、こいつは人類を滅ぼしかけた世にも恐るべきロボットモンスター。いや、んなこと言われても古典って時点でそんな怖いとは。しかもですよ、どうも今この街に7なんとこいつが現れているらしいんですよ。は？言う中で死ぬ。映画の中のモンスターが。あ、ただのモンスターじゃないから、ロボットだからロボット。不在はね、そんなのどうでもいいのよ。それより古典映画のモンスターがどうしてこの街に出てんのよ。そう、なんというミステリアス。映画の中のモンスターがなぜこの街に。もしかしてこの映画は実話で、ローマンがついに地球に行く。いや、あるわけないでしょ。何一人で興奮してんのこいつ。はい、コーヒー。ありがとう、喉のコーヒーは苦い。ありがとう、助かる。しかし目撃証言が少ないな。もっと目立って楽勝だと思ったのに。知らないわよ。てか何さっきから聞いてるそのゴリラとか潜水服とか。というか、まずどんな映画なのよそれ。とにかく古そうだけどさ。そうだよ、それじゃあらすじを紹介しよう。この物語はまず一組の家族がピクニックをしているところから始まる。随分のんびりしたスタートね。まあまあコーヒー飲みながら聞いてくれ。まあ、たまにはのんびりさせてもらいましょう。でまあ彼らもチルク荒野の岩場で一家団らんアウトドアを楽しんでた。いや、場所すさみすぎだろ。西部劇やるとこだよここ。そこで子供たちが宇宙船のクルーごっこをしながら遊びに出かけると、近くに洞窟があり、そこで作業をしている考古学者たちと出会う。は？考古学者？そう、この考古学者は女子と一緒に発掘作業をしていたが、そこで子供たちがやってきて発掘中の壁画を見て言う。これは宇宙ロボットなの？何宇宙ロボットって？宇宙ロボットだよ。この頃は SF 映画はロボットがよく登場していてな。地球が静止する日の強盗をはじめ、異星人が作ったロボット設定は結構あったんだ。あら、その頃だと遠い未来にしかロボットが登場しえないと思えたけど、高度な文明を持つ異星人ならロボットを出せるわけじゃない。出せるじゃないって、そんな出したいもん。そりゃそうだよ。ロボット出せばキッズのハートをわしづかみできるだろ。特にこの頃 SF はキッズたちの反応がすこぶる良かったし。そんなもんかしらねー。はっはっは、宇宙ロボットじゃないんだぜボーイと考古学者が答えると、ママたちがやってきてピクニックに戻ることに。そしてみんなで昼寝をすることになるが、不満な少年はパパが生きてたらそんなこと言わない、僕らにはパパが必要なんだよと言い出す始末。あ、パパ死んじゃってるのね。そうなんだよ。で少年はピクニックから抜け出して再び洞窟のところに戻ると、そこに考古学者たちの姿はない。で、どこ行ったんだろうなと思った。次の瞬間、洞窟の奥から激しい光がほとばしり、さらに空からも激しい稲妻が炸裂し少年を襲う。そして始まったのが恐竜たちの戦いだ。おい大丈夫か？恐竜なんで恐竜？しかもすごいんだ。相まみえる恐竜たちが互いを噛み合い、互いに体をひねり食いちぎろうとするぐるんぐるんの大迫力だよ。すごいよ、これが本当のデスロールムービーだな。デスロールムービーなんてジャンルねえよ。というかマジで何が始まった？そして気絶した少年が目を覚ますと、そこには謎の機械と美しきシャボン玉が。わぁ綺麗。ほんとなゴムじゃねえよ。おげー、もうわかんねえよ。なんだよこれ。てかさっきの恐竜どうした？そして恐ろしいことに、洞窟の奥から何かがやってきた。話聞いてねえな。てか今度は何よ。あ、そうだ、やつだ。やつこそが潜水服のヘルメットにゴリラの体を持つ恐るべきロボットモンスターローマンだったのだ。なんだこのエピソードなんだ。そうさ、これが侵略ないよ。予想以上にシュールだよ。頭ロボに体ゴリラでロボットモンスターって幼稚園児の発想かよ。何をそれがいいんだろう。もう常人ではできない組み合わせだろ。そして怖い、素直になれ。素直に怖くないんだよ。なんなんだよこのゴリラロボはよ。か、君は想像力が足りないかね。潜水服のヘルメットかぶったゴリラの着ぐるみを着た何かが洞窟から出てきたんだぞ。冷静に考えてみろ、怖いに決まってんだろ。そりゃそうだよ。速攻通報ってか悪夢だよそりゃ。ほら怖いじゃん。綺麗だよ。もっとビジュアルなんとかしろって言ってんの。まったく君はロボットモンスターの恐ろしさを分からせてやる。そして突如現れたロボモンに怯え隠れるジョニー。その訳し方マジでやめて。しかしジョニーに気がつかぬままローマンは通信機で上司と話し始めた。しかもこいつ上司いるの？そうだ、このローマンはな、上司の命令により地球を侵略しに来た。思いのほか縦社会で生きているロボットモンスターなのだ。思いのほか怖くなくなってきたが大丈夫か？いやダメだ、ローマンに同情などしてはダメだ。はぁ？彼は恐るべき死の光線カルシネーターデスレイで地球を攻撃してきたんだ。か、カルシネーターデスレイ？そうだ、その攻撃で、なんと、パニックになった人類は第三次世界大戦を追っ始め、核戦争を引き起こしてほとんど絶滅しちゃったんだ。ちょっとマジで何言ってんのこいつ？ダメだ、混乱してきた何？
え、どういう仕組みえ？夫婦そうなのだ。そうやって人を混乱させるのがこの光線の恐ろしさ。視聴者の方が食らっちゃう光線って何？しかもこのローマンの恐ろしいところは、すごい偶然勝手に滅んだみたいな言い方してるところだよ。せめて狙ってやれよ。そうだ、しかし彼の任務は地球人の殲滅。しかしまだ8人程度がこの地球に生存していると上司が叱責。そこで残る8人を始末すべくローマンは動き出すのだ。いや待て、というか一体いつ世界が滅んだの？そうしてローマンに狙われていると分かった少年が急いで家に戻ると、母親がカンカンに怒っていった。このバリアから出ちゃダメでしょと。は？バリア？そして少年の父親である考古学者は言った。ローマンがひどい奴だって知ってるな？僕らはバリアを作れたから生き残れたんだぞ。いやだからバリアって一体って、あれ？どうした？ちょっと待って。おかしいわよ、これ。だから、何がおかしいというのだね。だって父親、いなかったはずこの少年に。なのに、なんで父親が、しかも、考古学者、こいつ、いつからこいつの父親に。どうやら、さすがに気がついたか。これは一体おかしい、ずっとあるこの違和感。何か変だわこれ、いつもの B 級 SF 映画じゃない。そうさ、ありえないことが当たり前に起きる常識も、時空も飛び越える。B 級映画では不可能な怪現象の数々を引き起こせる映画、すなわちこれは B 級ではない、伝説の Z 級。Z 級？そうだ、B 級映画までは多くの人間が視聴に耐えられる。だが Z 級指定を受けた映画は見ることすら危険だ。見ることすら危険な映画ってあるの？そうだ、この Z 級というのはクソ映画の最上位、すなわちトップオブクソ。トップオブクソ。故にまともに見れるものはない。いや、そもそも常人が楽しめたらそれは Z 級ではない。いや、ただ見れてしまっただけでも Z 級ではないという意見もある。ちょっと待て、Z 級ってもう見ることすらできないレベルなの？そうだ、この領域に達した映画はもはや映画ではない。映画を作るつもりが偶然この世に生まれてしまった。映画の姿をした化け物だ。怖い怖い、なんかいつものと違う。故に Z 級の映画は様々な特殊な能力を持つのだが、このロボットモンスターのローマンが持つのが時空を歪める能力。突然何の脈絡もない恐竜バトルが入ったかと思えば、なぜかバリアで生き残った人々であったり、今まで父親がいない少年に突然父親ができたり。そういえばなんでこいつらピクニックに出てたの？バリアから出たらダメとかいう世界ならピクニックなんてダメ。何これ、全然わからない。頭が痛い。大体ロボットなのかモンスターなのかはっきりしない。絶妙にはっきりしない外観。そうだ、体がゴリラで頭にはヘルメットしかも。当時のポスターにはヘルメットの中が骸骨とゴリラのまんまの2パターンがある。どっちなの？いや、どっちにしろロボ感が薄すぎる。さらにすごいのがその出身地だ。これ最初は火星っていう設定だったのに、後で月に変わってるんだぞ。どっちなのはめまいが。そして頭のアンテナの可愛さよ、こんなの人間が考えて作れるデザインではない。まさしく奇跡偶然という天然人知を超えたロボットモンスター。確かにこれはもう狙ってやれるラインではない。そうだ、時空常識、つまり人知を超える、それが Z 級いわば映画界の特級呪物。その恐ろしさにちょうど気がついた頃、少年たちの家にあった通信機のモニターに突然ローマンが現れ。通信機も突然どこから？いいか生き残りたち、おとなしく出てくれば安らかに切るしてやると投稿を促してきたのだ。まあバリアで守られているからローマンも手出しができないからな。つうかこのバリアって本当なの？だからバリアだよ、バリアって言えば何でも防げるだろ、小学校でやったろ。休み時間にやるやつなそれ。ところがこのバリア以上にすごいものを考古学者たちは発見していた。これよりすごいって何よ？まさか太古の武器とか？いや、新薬だよ。彼らは新しい薬を発見したのだが、それがローマンのビームに効果があることが分かって。ちょ待て、考古学者がなぜ新薬で、なぜ薬がビームに効くんだよ。エイマー用は免疫力をアップさせることによりビームにも効果があるという。免疫力でなんでビーム防げんのよ。いや、ウイルスだってバリアって言えば防げたろうが。この映画学校の休み時間に考えたのを。でも宇宙プラットフォームって場所に残りの2人がいたんだけど、突然変な施設出さないで頭痛が。そこにいる2人が乗るロケットをデスレイで爆破。いや、速攻かいつかこの光線マジなに。そしてこっからがすごい。なんとこの死の光線はあまりの威力に戦闘機を操る魔のテスラ見えるようになるのだ。おい、これ映っちゃいけないやつ映ってんな。しかもワイヤーですらない。それがカルシネーターデスレイ。行くよ、声映っちゃダメなのが映る死の光線。もう映画そのものを壊そうとしてんなこれ。そして食料も尽きてしまったせいでローマンとの交渉に応じろという夫人。しかし考古学者のパパは屈しない。なぜか壊れていて受信しかできなかったローマンと同じ通信機を修理し、だからいつからこんなもん出てきたんだよ。ローマンへの通信を開始すると交渉には応じないときっぱりと告げる。いや、まあもう本筋のそこはどうでもいいけど。するとどうだろう、動揺したローマンのヘルメット内部にうっすら見える人の顔。これは彼も非道なロボットモンスターではなく、我々と同じ人の心があるというメタファーなのだ。違うよ、中の人見えちゃってるだけだよ。でやんでい。そしてローマンは恋に落ちた。え、恋に？そう、このよく見たらちょっとマリリン・モンローに似てる少女アリスにな。いや、なんで突然恋に落ちた？また唐突な設定を作んなよ。いや、これは必然。なぜなら、恐るべきロボットモンスターとはいえ、この当時のモンスター系映画は大体人間の女性が好きになっちゃう展開がつきもの。まさかキングコング的な。そうだ、ともモンスターと美女、ロボと美女、それが定番ハリウッド。そこもローマンはしっかり抑えている。さすがロボットモンスター。いや、無理やりねじ込んできてるけどな。というわけで美女一人で交渉に来いと告げるローマン。美女の方も行く気満々。しかし彼女一人で行くのは危険だと全員に止められている最中、あの少年が再び動き出す。なんかこの子主人公っぽいわね。そして約束の待ち合わせ場所に一人向かった少年と出会うローマン。そしてキルビームを発するも全く効かない。なんで？そう、それが例のスーパーワクチン。彼らはすでにスーパーワクチンを接種していたのでビームが効かないのだ。あ、頭が痛くなる。どうして突然ワクチン飲んでたことになってんだ。そしてどうしてワクチンでビームが防げるんだ。そして丘の上に映り込む監督の奥さん。奥さんなんで？不実は撮影に監督の奥さんも同行していたのだが、それが
偶然映り込んでしまい生存者8人の設定を突然ぶっ壊し幻の9人目となったのだ。これが死の光線の威力。そうあらゆるもの破壊し核戦争を起こさせ恐竜を出現させ、禁断の魔の手を映し出し、監督の奥さんを見切れさせる。それがカルシネーターデスレイ。うわぁマジで頭が割れるやめてー。もうカルシネーターデスレイ撃つのやめてー。ようやくこの映画の恐ろしさが分かったようだな。しかし耐えろ。そう超えた放射性廃棄映画なのだ耐えるんだ。そんな映画耐えれるわけないだろボケの洋画騎士よ。そんな熱き風評被害をものともせずローマンは言う。ならばワクチンの効かない新たなビームを作ってやる。もうやめてローマン私が死んじゃう。そこでローマンは上司に報告した上で、なんか好きになっちゃった女子だけ生かしておきたいと言ってみたが、上司に這いだめされ、やっぱり皆殺しにすることに。この見た目でなんで上司に逆らえないの。そして少年を探しに行った美女の姉と考古学者の助手はすでに草むらでチャイチャし始めていた。だからなんでだよー。弟行方不明の間になんでイチャつけんだこいつら。ふふ、それだけではない。それからすぐ始まるからな。結婚式が。結婚式。そうだ草むらでイチャついてから家に戻ってきたら、突然考古学者が神父になって二人は世界最速のスピード婚を決め。もうやめてよやめて。アルファ無理よ。これは無理。もう私頭がぐっちゃぐちゃなのよ。そうして結婚を終えた二人は再び草むらイチャつき始める。おい世界はどうなったんだよ。そして現れたのはローマン。もはやビームが効かない異常実力こうしまったなしとばかりに夫の方をボッコボコにして妻をさらっていく。もう結局これやるなら最初からやればいいよ。あちなみにこの前に妹の女の子がローマンに絞め殺されてます。ローマンお前。そして速攻で妹のお墓を作った夫婦のもとに、さっきローマンにボコられていた新婚の夫が全力疾走でやってくると、そのまま死ぬ。全力疾走してたのに。そして連れ去られた姉の救出のため、あの少年がおとりになり、ローマンとの最後の決戦が始まる。どうでもいい、もうどうでもいいよ、はよ、あれと。まあそんな感じでこれが本作ってわけ。こっから先はネタバレになるから、できればもうロボットモンスターを実際にその目で見て。もう見るわけないだろ、この話聞いてみるやつはいないよ。聞いてるだけで脳が爆発しそうになるのよ、頭がおかしくなるの。だからこそ見たくなるんだろう。わかるぞわかるわかる。わかってないのよ、こんなのマジの拷問なのよ。あ、いらっしゃいませ。あれ、旦那、どうしたんですかい？何でスタン君君か。で何の話ですかい？君に聞きたいんだ。体がゴリラで頭にアンテナ付きのヘルメットをかぶってる。あ、なんか見たことあるというか知ってます。いや本当にいるのこのロボイヤモンスター。どっちして場所は？あ、それならあのライアイロボットの住んでる郊外で。あそこか。凶暴化したロボットがうろうろしてる。ちょっと街の外にそんな場所あるとか聞いてないし危ないんじゃ。よし行こう。え？ダメよ、私たちっと幸せになれない。どうしてこんなに惹かれ合っているのに。だって私は掃除ロボットで、あなたは配膳ロボット。うまくいくわけない。そんなことない、同じ OS じゃないか。そうダメよ、あなたとはケーブルのタイプが違う。諦めないで、ほらタイプ仕様変換ケーブルちゃんとつけてきた。え、本当に。さあ繋がろうさあ。配膳さん、掃除ちゃん一緒に繋がろう。あれなんで、なんで繋がらないんだ。ダメ、そんな激しくしたら。繋がれ繋がれ、クソ繋がれ、クソなんで。あ悪いね君たち。その、え、君のケーブルそれ充電用で、彼女とはデータ転送用の C 型。ありがとうございます。人間にもいい人がいるのね。そうだね、僕も焦りすぎた、ごめんよ。一緒にケーブル探しましょう。そうだね、ありがとう。何今のキモいの。人間の元から逃げたロボットたちさ、郊外でこうやって暮らしてる。きっと彼らはあのエラーを修正する OS のアップデートを拒み続けてるのさ。あいだね、いろんな意味で危険ね。あれは僕はいいと思うよ、あれも進化さ。そんなことよりローマンはここに出るって本当？古いハイトンネルか確か。僕が小さい頃はこういうの防空壕に使ってたな。防空壕ね。まあとりあえず隠れて張り込もう、中にいたら困るしな。その作戦はいいけど本当にいるの？そのローマンってやつ。ユーザーでスタン君が見たって言ってたんだ、ここにいるって。あ、そう、ノラロボがこの辺りいるんでしょう。どうせそれじゃないの。また面白いジョークだな、がはわは。どこから来るのその自信。そういえば、え、その映画って最後どうなるのよ。なんだなんだ、映画見てくれよ、ネタバレしたら面白くないだろ。いや70年も前の映画に何言ってんのよ。っていうか暇だからどうなるか教えてよ。何、全く仕方ないな、これだから霊夢は。何がこれだからよ、喋りたくてうずうずしてたくせに。というわけでここからはネタバレありだ。一体本作のラストがどうなるのか気になる人は続きは見ずにここでストップするように。いやそんなやついるわけがない。というかもう体調に異変きたしてるわよ。で実はだ、この映画が Z 級だと言われている理由がこのラストにもある。は？一体どんなオチなのよ。夢落ち。え、今なんて言った？あれ、全部夢。夢？いや待て、この唐突で意味不明なあの全部が夢だっていうの？そうだ、禁断の夢落ちだよ君。これは全部、少年が見ていた夢。ふざけるな、何よそれ、どうしてそうなるの？けど、最後には洞窟の奥からローマンが出てきて、これから本当の恐怖が始まりますよってとこで終わるわけ。何が本当の恐怖だよ、夢って嫌にしてもだよ。いやこのオチも含めて僕は好きだね。とにかく一連の唐突な出来事も全て夢ならではというか、いきなり恐竜出たりバリアーとか出てきたり、ワクチンが出てきたり、結婚したりとか、その脈絡のなさとか全てのカオスも夢だったら説明がつくわけだよ。いやそうだけど、でも全く納得いかないわよ。夢物だとしても無茶くちゃすぎるというか、こんな苦痛を味合わせるほど意味不明にできないわよ。そうだ、夢落ちという悪手に加え、それでも言い逃れできないほどの脈絡のなさ、そしてローマンのチープさ、設定の意味不明さ、満場一致の Z 級、これがロボットモンスターだ。どうだ霊夢、こんなに見たくなる SF 映画なかなか探しても見つからないだ。見ない。は？絶対に見ない。なんでだよ、惹かれるだろ、どれだけひどいんだとか気にならない。なるわけないでしょ、もう聞いてるだけで具合が悪くなったわよ。そうか、僕なんて人のが紹介してるの見て、これはすごいひどいんだぞって言われて、だったら見るしかないって円盤買ったのに。なんでそれで円盤まで買うのよ、普通買わないわよ。霊夢よ、この世にある Z
ト級というのは楽園ではない。一周回っても早王冠。そう映画の王そうだ、この地位に来るためにこの世に幾多の B 級映画が生まれ、 Z 級の称号をかけて熾烈な争いを繰り広げているんだぞ。そうやって Z 級認定された監督には泣きながら親が電話してきて、あんた夢叶ったねって言って村ごとお祝いムードに包まれしく、 Z 級の垂れ幕が主人公にかかるんだ。 Z 級って一体何なの？おい質問だ、 Z 級だな君のセンスは。だから褒めてねえのよそれ。基本的には B 級映画を超えた存在であるというのは大前提にあるが、特に決まりもないし、その基準には視聴者の個人差もある。ただ一冊の本がこの世に Z 級なる映画ジャンルを作り出したと言われている。それがゴールデンターキーアワード。アワードって何これ？映画の賞？そうだ、ハリウッドにおける様々な最低賞を勝手に作って称えた、いわゆるカルト映画とその文化の生みの親とも言うべき最低な本さ。勝手に作って称えるって要はひどい映画を。そう、一種のジョークさ。この世のクソ映画にも愛をといういじりとネタの提供。この一冊のおかげで受賞した映画の多くはカルト映画となり、アンケートの結果最低映画賞としてプラン9フロムアウタースペース、最低監督賞にエドウッドが入り、その名が世界中に知れ渡った。プラン9にエドウッドって、あ、知ってる映画にもなった。そう、エドウッドが有名になったのはこの本からだし、これの影響力は絶大で、ゴールデンラズベリー賞などの最低なコンテンツにスポットライトを当てる文化の引き金を引いたような一冊。そして本来クソ映画愛好家とは、本のように最低映画を称えつついじり良さを引き出すもの。愛のないいじりでクソ映画は輝かないのだよ。霊夢わかったかね？いや、クソ映画はクソ映画だから別に輝かなくてもいいでしょ。霊夢、クソ映画はこの世に必要なのだ。いつからそんな映画エリート主義の優勢思想のサディストになった？いや言い過ぎだろ、そんなモンスターになってないわよ。ああ嘆かわしいよ、愛がないよ、愛がダメ、映画ほど愛おしってのがわからんかね。そのくせそういうやつに限って自分のダメなところも愛してとか言ってくるんだよ。全く嘆かわしい。だからそんなこと言わないつってんでしょ。ダメなところだらけのあんたに言われたくないわ。まあそんな最低映画本の中で最も馬鹿げたムービーモンスターを受賞していたのがこのロボットモンスターのローマンだったのである。え、じゃあ最低モンスター賞ってこと？そうだ、それまで全く無名かつ公開も1週間だけだった、劇場も多くて誰も知らないし覚えてもいなかったこの作品が突然一躍有名になった。そしてこの僕も尻ファンになる。どうだい、最低ってのも悪くないだろ。なるほどね、そういう売れ方があるわけか。ただし Z 級を望んで作るものはほとんどいない。本物の Z 級はナチュラルが大半だ、つまり最高の名作を作るつもりでやる。天然ってこと？そう、 Z 級のレジェンドエドウッドのようにね。そしてロボットモンスターのタッカーとエドウッドはよく比較されたんだ。何それ、最低争いしてたってこと？あ、どっちも意味不明な内容で尻滅裂なストーリーかつどこか愛さずにいられないダメさが光る傑作ゆえになのか、どっちが最低の映画監督かってのは最低映画議論では時々出てくる話題だった。それどっちが最低になったの？答えなんてないさ、ただ二人は顔見知りでね。二人とも性格がまるで違うし互いによく思ってなかったなんて話もある。え、二人とも顔見知りなの？そうだ、そして二人ともハリウッド映画大低迷期の監督ってのも共通してて、二人とも低予算担当だったが、エドウッドは名作を作ろうとしてダサ作を作る一方、タッカーはダサ作はダサ作と割り切って作る。そういった意味ではエドウッドの方が Z 級にふさわしいと思うが、タッカーもそこまでビジネスマンじゃなくてね。なんとこの映画公開の後すぐ自殺未遂をしてるんだ。それ映画の評判が悪すぎて。そうだよ、ロスのホテルで睡眠薬を大量に飲んで服毒自殺を図って、おまけに遺書まで手紙で送っていたとか。うわちょっと重いってそれは。そうか、よくある話じゃないか。それと配給会社からの料金の未払いが原因だったとも言われててね。それからハリウッドのブラックリストに乗ってまともな仕事ができずテレビ業界に行ったともね。まあとにかく精神的に参ってしまった、ああいう噂だね。うわかわいそう。ああ、彼の映画が再評価される前は失意に打ちのめされていたとも言われるし、精神病院への入院歴もある。その辺はプラン9の失敗でアルコール依存症になったエドウッドとも似てると言えるな。なんか最低映画の監督ってかわいそうな人生ね。Z 級の監督ってのはそんなもんさ。最低いい人生なんて送れてない。特に本物の最低映画の監督は失意の中現役を終えるのが相場ってやつだからこそ儚い、名作よりも儚く哀れで愛おしい、それが Z 級ってやつだ。ああ儚いもんね夢ってのは。その通り。けどそれもいいんじゃないかと僕は思うけどね。そんな人生が。大体映画監督でまともに監督用で飯が食えてる人なんて少ない。特に50年代のハリウッドじゃそりゃもうひどいありさまでね。テレビの出現で映画が低迷し始めたり、赤狩りがハリウッドに蔓延してブラックリストが作られていたり、ハリウッドの監督や脚本家にとってはそもそも時代が最低なんだ。だからエドウッドやタッカーのように後に再評価されたのはマシな方で、この時代の売れない監督が自殺未遂なんて話はこれに限ったことじゃなかったとも言われてるし、ハリウッドもそんな時代があったのね。そうそう、それにロボットモンスターのローマンはただの最低モンスターってわけじゃ。あ、ちょっとあんた後ろ。わわ隠れろ。ひミタレイムあれ。見たわよあんたあれ。ゴリラだったわよ体。それに頭にはアンテナ付きのヘルメット。まさかローマン。そうだよローマンに違いない。いや宇宙ロボットってそんなバカな。バカなもクソもあるか。色あれシャボン玉も出てるぞ。ほんとだ、なんの意味もないシャボン玉が。いや意味はあるが今は説明してる暇がない。急いで後を追うぞ最低探検隊突撃。いい声でかい。シャボン玉はここからか。ちょっとねえ待ちなさいって。うおーあれは。あれがドロローマン本物だ。なんてシュールな背中なの。てか何見てんのあれ。あれはロボットモンスターだ。ロボットモンスターがロボットモンスター見てるの。なんて自分が大好きなんだ。いやしかもなんかセリフ真似してない。8人生き残って。ほんとだ。なぜ。きっとオタクなのよあんたと一緒の変わり者。全然怖くないのにあれの何がいいのよ。はこの映画は怖くないですか。びっくりした。ローマン本当にローマンなのか。怖くないですか。ローマンは怖くないのですか。いや怖いっちゃ怖いっていうか、そんな怖いかって言われたらね。ここ不意。は怖いすっぽい怖いよなレイム。は
え、どこ行くの？え、ちょっと急にどうしたのよ。まずいぞ霊夢、あれはもしかしたら SCP かもしれない。 SCP？ それって確か SCP 財団とかいう。そうだ、世界中のヤバいやつを収容しナンバリングしているという霊のあれだ。いや、それこそないわよ。だってあれ全部創作物よ。それにローマンって映画のキャラで、それがいるのだ。ローマンそっくりの SCP。 SCP2006 だよ。通称大怖い。怖い。もう怖くなさそうだな。舐めちゃダメだ霊夢。たくさんの人間に強い恐怖を味合わせることを望んでいる SCP で、その姿に変身することができる無邪気なやつさ。そいつは財団の連中に騙されて、最も恐ろしい存在がロボットモンスターのローマンだと騙されているって設定のあの SCP。 いやいや、ちょっと待ってよ。だからってあれが SCP？ そうだ、あいつ映像を見て研究してたろ。それに君が怖くないって言った時に不安そうにしてたろ。してたら何よ。いいか、奴はローマンがこの世で最も怖いと思ってるからあの姿でいるんだ。だから実際はもっと恐ろしい姿に変身できる僕らが怖いと思うもの。例えば超巨大な怪獣とかにも変身できるんだぞ。それって殺されるかもってこと？そうだよ、人が怖がるまで何でもやるぞ。いや、よくわかんないけど怖がらなきゃダメってこと？そうだよ、でなきゃ別の意味でこの世の終わりだぞ。グー、来た来た。ほらローマンが驚かしてる。びっくりするんだ。プ、いや君ねー。いや、だって変だって。絶対これはプ。私が怖くないのですか？うっ、おー、びっくりした。怖い。やめてくれよローマン。ほら霊夢、もう僕ら死ぬぞ。あ、ここ怖い。すっごい怖いわ。こんなところに SCP がいるなんて。ダメだ霊夢、ローマンだ。なんでよ。 SCP が怖いと思われた他の SCP に変身されるだろう。もし目があったら死ぬ系とかになられたらどうするんだ。いや、そんなこと言われたってぶっちゃけ全然怖くないんだもん。大体 SCP なんかなわけないでしょ。こいつコスプレしてる変人よ。違う、 SCP だそうに決まってるんだ。さっさと怖がれってば。いえ、もう結構です。結構って？私は確かにローマンです。しかしあなた方の言う SCP ではない。え、2006じゃない？じゃあなんだね君は。ローマンです。この映画に出ていたローマン人と同じ息の裏側からやってきました。え、いや何言ってんの？こいつやっぱヤバいって。アルファ待ちたまえ。それじゃ君もしかして本物のローマンなのか？だからそんなわけないって。はい、ですが1950年に作られたこの XJ2 という私そっくりの宇宙ロボットのおかげで誰も私を相手にしてくれない。相手にしてくれない？アメリカ政府との交渉も爆笑され、国連との交渉でも爆笑され、あれも私を恐れない上になぜかバカにしてくる。この星の知的生命体は私の持つ光線の恐ろしさにもまるで恐怖しないのです。いやです、レイブチかましちゃえばいいだろ。あれは失敗です。侵略のために核戦争で死の星にするなどしません。なんかこっちのローマンの方がまともね。そして失意に沈んだ私はこの街に紛れ込み、この退屈な映画を見ながら何をすれば人々は怖がってくれるのか研究していました。でなければ交渉ができない。そうか、よし、すべてわかった。いや何が？ローマン自身をもって意味は怖がられて、はいないが愛されてるんだよ。愛されている？そんなわけはない。確かロボットモンスターは酷評されて、監督もそれを苦に自殺未遂をしたと聞いています。ああ、そのことか。気にするな。なんせあれ多分演技だからな。え、演技？自殺未遂が？それはどういう？いや僕は君の大ファンでね。あ、君じゃない、映画の方のね。で実はいろんな資料を読んでるんだ。例えば監督の自殺の遺書とか関係者の証言なんかをね。あんたそんなこと調べてんの？いいだろう、好きなものは知りたくなるのは当然だ。まあその結果だけど、実は監督の自殺未遂は4回目で4回で、多分普通に金に困って自殺を演じて同情を引いて仕事にありつこうとしただけさ。それどういう？彼自身の晩年の証言でね、よくそれで仕事をもらえたそうだよ。笑っちゃうけど50年代のアメリカじゃよくあった方法らしいよ。それに退役軍人だった彼は精神的に元からいろいろ抱えていたのもあったしね。それでは映画の評判が悪くてというのは？いや特にそんなことタッカーは言ってない。それにこの映画自体当時は別に酷評されたわけじゃないし。え、これ酷評されたわけじゃないの？そうともだって予算$16,000の映画だよ。よくやってる方さ。200万ちょい？そうで、フィルムの買取額は$50,000。まあつまり最初からバッチバチの B 級映画なわけだ。狙いは当時ドライブシアターなんかではやってたタイトル詐欺の古代広告映画。まあ今でいうサメとかゾンビ映画に近いというか、もう YouTube のサムネ一本釣りに近いというか。とりあえず低品質路線ってこと？そうそう、だからモンスターの衣装をあり合わせで作ったら、その結果奇跡的なセンスのロボットモンスターが出来上がったわけだ。じゃあ本当に偶然できたのこれ？そうそう、あ、ちなみにこのゴリラ部分は役者さんの私物でね。ゴリラ専門のジョージバローズというタッカーの友人のもので、ローマン役もやってるよ。何ゴリラ専門って初めて聞いたけど。で頭のヘルメットはレーダーマンに似たようなのがあってね。いやそれより隣のやつのヘルメットが気になる。これらを割り合わせで合体させて作ったってのがローマン。最初はグーギーアイズっていう目の飛び出たキャラにする予定だったみたいだけど、僕的にはローマンの方が断然いい。このセンスだけは最高だと思うよ。これは褒められているのか？私が本当に。もちろん僕だけじゃない、いろんなマニアが君のことを愛しているんだよ。どこか間抜けでヘンテコで、そうゴリラの着ぐるみなのに普通に歩くところとかおっさんっぽい感じとか。やはり私は嫌われている。ちょっとローマンへこんでんじゃないの？いやいや違うんだ、いやいや違うんだ。わかるかい？くだらなくて最高って意味。みんな君みたいな存在が好きなんだ。人間の感情は複雑すぎます。くだらないのに最高。
よくわかりません。ああもうとにかく君は愛されてる。それにこの映画だって公開時は子供受けがかなり良かったんだよ。アンディ映画としてはよくできてるんだって。3D って、あの変なメガネかけるやつ。そう昔あったろう、そういうの。飛び出す映画。あったなんか映画館でもらったわ。だろうあのメガネ取っといてたな。あれがアメリカで流行り出したのが1950年代でな。このブームに乗っかっていろんな 3D 映画が作られていったんだが、このロボットモンスターもやっぱり 3D ってことで話題になったんだよ。白黒映画の頃から 3D ってあったのね。専用のカメラが必要だったがな。ブームの火付け役はブアナの悪魔っていう、ライオンが主役のモンスターパニックが大ヒットしてたわけ。飛び出すライオンがすごいってわけで、でも映画の内容は二の次。つまり 3D の飛び出す映像を楽しめる映画なら配給会社は何でも濃い状態だよ。それでロボットモンスターを。そう、モンスターパニックで子供にも受けが良さそうな SF。 おまけに低予算ならいけるわけだ。というわけで、なんとこの映画はたった4日で撮影された上に、脚本は30分で書き上げられたなんていう噂すら立つほどの低予算っぷりだったとか。いや4日で撮影もすごいけど脚本の適当さがそこまでとは。まあ当然おひれのついた噂だよ。30分で書ける脚本なんて短編映画ですらありえないから。そして実際に上映された時というのは結構な評判で、このローマンが怖くて泣きそうだったとかいう子供もいたらしいんだよ。いやこれが、まあポイントはやっぱり 3D だよ。飛び出してくる映像があれば人々がすっごい喜んでくれた時代からね。同じ時期に日本でも国産 3D 映画とか作ってたけど、その内容だってアトラクション重視。飛び出す日曜日なんかカップルがデートする様子映すだけだもん。カップルがデートするだけの映画なんかこの世にあったの？そう、要は映像アトラクション。そういう意味ではもう見てる側だってはの突起さなんてどうでもいくて、ローマンという宇宙ロボットさえ見れたらそれでよかった。つまりこいつは最初から Z 級だったわけではないのだ。むしろ評判は普通。この映画の評判が普通ですって。ああ、この50年代の 3D 映画としての評価は特にひどくない。ただ出てないわけじゃい。この映画はちゃんとヒットしてるんだよ。当時で400万ドルのヒット、つまり今の1000万ドルヒットはしてるんだ。ちょっと待って、1万6000ドルで作って100万ドルは結構なもんでしょ。そうだ、とにかくこのローマンの強烈なジャケットが功を奏して、ロボットモンスター見たさに多くの人が劇場に向かった。もちろん評価にはボコボコに言われたが、 3D アトラクションとしての評価はそれなりにあったんだよ。あの不思議なシャボン玉だって 3D 用の演出としていい感じなんだ。あのシャボン玉も無意味ってわけじゃないのね。それから評価かどころか多くの人にとって記憶にすら残らなかったこの映画だが、史上最悪の映画の一つとして取り上げられていき、ポップカルチャーの中で人気が高まると、ローマンの不思議なキャラクターはいろんなところで引用され始めた。ミュージックビデオで引用されたり、アニメ出たり、ミュージカルに出たり、映画に出たり、フィギュアが出たり。おいおい結構売れてんな。全然売れてますけど、ちょっとローマンすごいじゃん。そう、監督の自殺未遂に最悪映画の楽園等を経て数十年、世界はもうとっくに君の素晴らしさに気がついてるんだ。ローマン、私の素晴らしさ。そうだ、怖いだけがモンスターの価値じゃないんだ。優れてることだけが魅力じゃないんだ。なんか君の変でダメなところがみんな癖になってるんだよ。やはり私はダメなモンスターなのですか。ダメ？ダメだと。いいかね、君ダメかどうか、ダメじゃないかどうか、そんなものは他人に考えさせておけばいい。そんな重要なことを他人に任せるのですか。重要？歯はどこが。そんなことより大事なのは、ローマン君らしさだ。アリラのボディにダイビングヘルメット。世界でただ一人、そヤバいモンスター。私はヤバいですか。そうだ、ヤバすぎて誰もついてこれない。僕にとって史上最低のモンスターほど尖ったやつはいないんだ。自信を持つべきでしょうか。知らないさ、君にあるのは使命だ。君にしかできないことをやり、世界を変える、もはや本能なんだよ。それがモンスターってもんだよ。わかりました、私が何のために生み出されたのか。人類は敵なのですね。ああそれはその、ちょっとあるさ。この殺人光線を使えばあなたたちは終わりです。地球最後の人類たちよ。おいちょっと待て、何を。アルファそいつを止めて。いや止めてってどうやって。ワクチンよ、ワクチンを使って。ワクチンって君 A なんだい。ワクチンを使えばあの放射線を防いで病気にならずに済むの。おそうだ、ワクチンがあればビームなんて。さあくらえ。何？グッフー。いやなんともないが。なんということだ、ワクチンを開発していたとは。いやまだ飲んではいないが。そうよ、ワクチンはすでに接種したわ。私たちにビームは効かないのよ。そうだった、もう効かないぞ。ローマン、僕らは最後の人類として君に抵抗する。さあ逃げるわよアルファ。よし行くぞ、最後の人類よ。ここまで来たらもう大丈夫だ。そうね、もうローマンも追ってこれない。そして私たちが最後の人類。僕らが地球で最後の人間だ。どう、最後の二人のうちの一人になった気分って。はわはわはわ、不思議な気分だよ。思ってたより寂しいけど懐かしい。なんか悪くないね、やっぱ。あんたやっぱ歪んでるわよ。じゃあ霊夢は最後の人類になってさ。そうね、なんかこうまだ最後の一人じゃないからさ、映画みたいわね。くだらない SF。 いいね、地球最後の SF だだと思って。はい、これもうロボットモンスターじゃないか。やっぱいいわよね、普通じゃないのがいいし、逆に一周回って最高よ。そうそうわかるだろ、普通こんなストーリーにしないだろ。いいわね、こういう映画。なんかあんたみたいね、派手な人生失敗作。わわわわわ、またそんな。普通になれないあんたが自分と同じ映画で癒されてるってわけかもしれんな。それがこういう映画の役割なのかもって。霊夢今日グイグイ来るね。いいよいいよ、いつもそんな感じでグイグイって。あれどこ行った。キャー、助けてアルファ。何ローマン、いつの間に。彼女は私のものだ。おのれ、その手を離せ。助けて、地球を救うヒーローアルファ、人類最後の希望。グイグイ来るね。いいよいいよ、もっとそういうの言って。私が何のために生み出されたのか、ようやくわかった。話せ、最後の人類として地球を守るのが僕の使命。そうではない、滅ぼすのだ。私の使命は、人類を滅ぼすこと。お前の使命など知ったこと。この世界を滅ぼすんだ、相手なこの世界を救うのだ。お前は、くだらない争い、殺戮、戦争、そんなものばかりを繰り返すこの世界を。ローマン貴様。というのはどうでもいい。は？退屈で仕方ないから、私は終わらせる。いやお前が終わらせる。やめろ、違うぞ。私は終わらせる。この手で人類を抹殺する。やめろ。この世界は最低なんだ、それを終わらせ、素晴らしき世界を。やめろ。
ちょっと、わえ？あんたちょっとほんと大丈夫？え？ここは？いやここはって、何言ってんの廃墟の前よ。え？ここは？ローマンなんていないわよ全然来ないしさ。いない？そうよそう言ってる間にあんた寝ちゃったんじゃない？僕が寝てた夢。ちょっともう帰りましょうで迷われ全然来ないしさ。ああ。まったく交通費で赤字よ。うむ。どうしたの？あんた大丈夫？いや、なんでもないそれよりも、帰ったらもう一度ロボットモンスターを見ないと、この後何かあった気が。この後？あ、そうだ君も見るだろ？見るわけないでしょそんな Z 級。そう言わないでさ、一回くらい見ようよ Z 級。ローマン可愛いよ本当に。人類滅ぼしに来たゴリラロボのどこが可愛いのよ。それは見ればわかるってもう。